んにちは、インターン生の辺美です。第5回目の今回は目のパーツについて紹介させていただきます。目は複雑な構成になるため他のパーツより少し難しくなります。そのため他のパーツとは別に目のパーツの動かし方を紹介する回を作りました。目のパーツについては今回で画像のレイヤーの分け方からパラメータ編集まで紹介していきます。まずレイヤー分けについてです。今回は上まぶた、下まぶた、白目、交際、ハイライトの5つのレイヤーで目が構成されています。レイヤーの順番は上から上まぶた、下まぶた、ハイライト、交際、白目となっています。メッシュの編集については第3回で紹介したように自動生成と手動生成を使い分けて作成します。上下のまぶたは手動で行い、それ以外は自動生成で作成しました。ライブ 2D でアニメーションを動かすために目も前回の口のようにつけたい動きを設定していく必要があります。でもその前にうまく動かすために交際にクリッピング機能を使用します。クリッピング機能を使用することの利点は交際をその下の白目にクリッピングすることで目の変形がやりやすくなります。クリッピングのやり方は、まず白目を選び、その ID をコピーします。白目の ID は、インスペクタパレットという部分の2行目にあります。ID をコピーしたら、次に交際を選択します。交際のインスペクタパレットの5行目のクリッピングとあるところに、先ほどコピーした ID をペーストします。これを左右の目にそれぞれ行っていきます。こうすることで、交際が白目の上にあるときに表示されるようになりました。パラメータ設定については、今回は笑顔の目で行います。目の部分の笑顔パラメータと、上まぶたを選択し、目を閉じるときのキーに合わせます。その状態で上まぶたを下まぶたの位置まで下に移動させます。そして、下まぶたの形に合わせます。前回である第4回目で紹介した変形パスツールを使用し、変形させると目の開閉の動きも作ることができます。この時に上まぶたの横の長さが変化してしまうと、笑顔やまばたきをした時に目が拡大縮小しているように見えてしまうことがあります。そのため横の長さはできるだけ変わらないように気をつけましょう。次に白目を選択し変形させていきます。白目は目が閉じている状態の時にまぶたからはみ出ないように潰します。白目を潰すことで交際も表示されなくなります。最後にハイライトについてです。ハイライトは目を閉じていく時に場所が変化していきます。そのため目を閉じた時にハイライトもついてくるように設定します。目を閉じるときのキーで、まぶたと重なる位置に移動させます。こうすることで、目を閉じると、画像のように、上まぶたと一緒にハイライトの位置も下げることができます。これらの作業も左右の目にそれぞれ行っていきます。これで、笑顔の目の動きができるようになりました。
以上が目のパーツについての紹介になります。よろしければ作業の参考にしてみてください。次回はデフォーマーの追加1という内容で紹介を行っていきます。次回もよろしくお願いいたします。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。